リエーナ・カーチナは、ロシアのシンガーソングライターで、ロシアのデュオ・ TATU の活動で知られている。8歳で、ロシアの児童向け音楽団体、アベニューに参加し、その後すぐに、ニエポシェデに参加して、アーティスト人生を開始した。1999年、プロデューサーのイワン・シャポアロフは、自分のプロジェクト、TATU のために、リエーナ・カーチナを選び、ユーリャ・ボルコワも選んだ。 TATU は、All the h i n g s c t Not Go n n a g e t Us、All About Us などのヒット曲を生み出した。TATU の最初のシングル、All the h i n g s c t は、イギリス、ロシア、オーストラリアなど19カ国で1位を獲得した。2009年、カーチナはソロ活動を開始し、それに伴い TATU は活動を休止した。2011年、 カーチナとボルコアはソロ活動のために正式に解散した。同年、カーチナはソロ名義として初のシングル、Never Forget をリリースした。この曲は2011年に MTV ロシアのトップ10で1位を獲得し、MTV ロシアの2011年ビデオオブザイヤーも受賞した。アメリカのビルボードのホットダンスクラブプレイでも1位を獲得し、ギリシャでも1位を獲得した。 2014年にはデビューアルバム This is Who I Am を続いて2019年には初のロシア語によるセカンドアルバムモノをリリースした。カーチナは1984年10月4日、デューナやマリーナ・クレブニコワなどとも協業したロシアの芸能界を代表する音楽家セルゲイ・カーチンを父としてイネッサ・カーチナを母としてモスクワで生まれた。 カーチナは4歳の頃から父の勧めで様々なスポーツクラブや音楽クラブに通い造形芸術や芸術的な才能を育んできた。7歳で普通学校に入り、1年後には音楽学校でピアノを習った。10歳の時には児童グループ、アベニューにソリストとして参加し、その後3年間歌った。13歳の時、ボーカル、気楽グループ、 ニエポシェデのメンバーとなり、そこでユーリャ・ボルコワと出会い、友人となった。キャスティングの際、彼女はフランス語の歌を歌ったが、審査員は彼女の声の質に驚かされた。ニエポシェデでは14歳までの児童しか在籍できないため、カーチナはすぐに年齢を理由にグループを脱退した。14歳の時、彼女はポップデュオ、TATU のメンバーとして起用された。 TATU の生みの親であり、当時のマネージャーであったイワン・シャポワロフは、TATU の着想は、女子高生のレズビアンカップルという男性ならではの妄想から始まったと述べ、このデュオが多様なファン層に訴求し得ることを確信していた。400人の少女をオーディションした結果、シャポワロフは14歳のカーチナを TATU に抜擢した。プロジェクトが、まだ進行中だったこともあり、 カーチナは、ビエローチュカや、ユーゴスラビアなどのデモ曲をレコーディングする機会を得た。その後、14歳のユーリャ・ボルコワがプロジェクトに加わり、2001年には、ロシアで、そして後には、世界でも人気を博した。2008年、モスクワでのコンサートでのリエーナ・カーチナ。自身の選択に満足したシャポアロフは、カーチナとボルコワを TATU のメンバーとして、 加入させる契約を結んだが、シャポワロフとの契約では、彼女らにレズビアンのイメージを持たせることも要求されていた。2004年にシャポワロフと決別した後、彼女らはレズビアンのイメージはシャポワロフが作ったもので、取材で何を話すかまで指示されていたと告白した。TATU はすぐにロシアで最も成功したグループとなり、オールザシングス C セット。 not go n n a g e t us, all, about us などの数々のヒット曲を残した。また、ユーロビジョンソングコンテスト2003に参加し、ニベイリ、ニボイシャで3位に入賞した。2007年、カーチナは、メンバーのユーリア・ボルコワと共に、映画、U&I に出演し、ミーシャ・バートンが主演した。この映画は、ローランド・ジョフィ監督が手掛け、2008年の カンヌ国際映画祭に出品された。この映画は2011年と2012年に公開された。カーチナはニューヨーク、そして故郷のモスクワなど様々な場所でレコーディングを行ってきたが、主にロサンゼルスでレコーディングしていたことで知られている。TATU の公式サイトでは、カーチナが TA ミュージックの支援とマネジメントの下でソロ活動を行うことが確認されている。 2009年半ばから TATU のプロジェクトメンバーと活動を開始し、2011年にはアルバムをリリースする予定であった。2011年3月 TATU は正式に解散した。TATU の12年間の活動を振り返り、Waste Management Part 1と Waste Management Remixes Part 2という2枚のリミックスアルバムをリリースした。 12月13日のライブチャットで、カーチナは、ボルコワの新しいミュージックビデオ、All Be Cause of You をどう思うかと聞かれ、とても優良らしいと思う。優良は、優良と答えた。ライブチャットの技術的な問題により、彼女のその後の発言は途切れた。2011年、映画、You and I の初演に登壇したリエえカーチナ。カーチナは、2010年5月29日に、 ロサンゼルスのザトレイルでファインイベントを開催し、2010年5月30日にロサンゼルスのナイトクラブトルバドールで初の単独公演を行った。カーチナは2010年6月12日にミルウォーキーで開催されたプライドフェストのオープニングアクトを務めた。カーチナはプライドフェストに出演した日に今後発売予定のアルバムに収録される。 ロストインディスダンスを無料で配信リリースした。2010年9月17日、カーチナはサンフランシスコのクラブ1015フォルサムで歌を披露した。2011年2月3日、カーチナはテキサス州ダラスのコットンボールで開催された XLV パーティーでビレッジピープル、カズウェル、レデ,ディバニー、DJ ヘクター・フォンセカ、DJ エンフェルノと共に2011年最初の 公演を行う予定であった。しかし、この公演は1月31日に13枚のチケットしか売れなかったため、中止となった。2011年には、カーチナの女優デビュー作を収録した映画、U&I がロシアで公開された。この映画には、TATU のもう一人のメンバーであるユーリア・ボルコワ、や、女優のミーシャ・バートンも出演している。ロスト・イン・ディス・ダンスのリリースと、 並行して、カナダのポストハードコアバンド、アバンドン・オールシップスとシングル、ガーディアン・エンジェルをレコーディングし、2010年10月にリリースされた彼らのデビューアルバム、ジービングに収録された。2011年6月17日、カーチナのシングル、ネバー・フォーゲットが、メキシコのラジオ局フメトゥ103から7で初公開された。2011年8月1日、 ミュージックビデオの予告編が公開された。2011年8月2日、ミュージックビデオがペレス・ヒルトンのブログで漏えされた。2011年8月5日、カーチナはネバー・フォー・ゲットのミュージックビデオを正式に公開し、同曲をシングルとして iTunes ストアでリリースした。このシングルにはカップリング曲としてステイも収録されている。カーチナはバンドともに ローセッションに出演し、アウルシティのディアイン・ザ・ヘッドライツ、アレクサンドラスタンのミスター・サクソビート恋の大作戦、そしてカーチナ自身のネバー・フォーゲットのオリジナルアコースティックバージョンを披露した。すべての映像は YouTube で公式に公開され、その8ヶ月後には EP ローセッション07から14から11として楽曲がリリースされた。また、 メキシコの新生ポップバンドベラノバとコラボレーションし、一緒にレコーディングしたチック TOC という楽曲のビデオを撮影した。2011年9月19日、カーチナはエコーオブモスクワラジオの取材を受けながら新曲ウェイティングをリリースした。2011年12月9日、カーチナは新曲キープオンブレッシングをクルーギーからリリースした。この曲は 東日本大震災で被災した日本の子供たちを支援するための募金活動の曲として使われた。12月13日に行われたファンとのビデオカンファレンスでいつアルバムが出るのかとファンから聞かれ、カーチナはこう答えている。私もこの質問の答えが知りたいです。私はレーベルを探そうとしているんだけど、なぜか彼らは私を必要としていないの。この時点で、 カーチナとファンとの回線が落ち、その後の彼女の発言は失われた。カーチナのシングル、Never Forget は MTV のロシアントップ10イヤーインレビューチャートで1位を獲得した。この曲はロシアのエアプレイチャートのトップ100に入ることができず、244位に止まった。それ以来、カーチナは、などの曲をリリースし、ワールド、 ジャストアデー、ザビースト、フェドアップなどの曲を英語とロシア語でライブ演奏している。また、2011年の東北地方太平洋沖地震で被災した日本の子供たちを支援するためにキープオン、ブレッシングという曲をリリースした。2012年9月30日、カーチナがラッパーの t キラーとコラボレーションしたショットがラブラジオで発表された。 2013年4月、ロシア語版、ヤーブ・ドゥリアドムがリリースされた。2012年12月、カーチナは、所属事務所の社長であるボリスレンスキーと、制作チームから離れ、2013年初頭に、リリースされる、限定版トリプル CD と、スペイン5版 EP の制作のために、ロサンゼルスに移った。このプロジェクトは実現しなかったが、カーチナは2枚目のソロシングル、 リフト・ミー・アップをリリースした。2013年10月にケルンで行われたコンサートに出演したリエナ・カーチナ2014年、カーチナはかつて TATU のもう一人のメンバーであったユーリャ、ボルコワと TATU として一連のパフォーマンスを行い、ロシアで開催されたオリンピックのテレビパフォーマンスで幕を閉じた。しかし、このパフォーマンスの直後、カーチナは ボルコワが自分を脅迫したと告発し、グループとしての TATU に終止符を打った。ボルコワは、この告発を否定した。シングル、ルボフフカジュダムムグナビエーには、カーチナとボルコワのコラボレーションとしてリリースされたが、TATU の名義ではなかった。2014年3月17日、カーチナは、2013年10月6日に、ケロンで録音した初のライブアルバム、 ヨーロピアンファンウィークエンド2013ライブをリリースした。このアルバムには TATU の曲と彼女のソロ曲のパフォーマンスが収録されている。2014年9月2日、カーチナは Facebook を通じてデビュースタジオアルバム This is Who I Am を2014年11月18日にリリースすることを発表し、それに先立って十月七日にシングル Foo I Am を 9月15日にカウントダウンシングルとしてフェドアップをリリースした。アンインビテーションが2015年3月12日にシングルとしてリリースされた。2016年7月、カーチナはラテン系の国のファンへの感謝の気持ちを込めてスペイン語のアルバムエスタソイオーをリリースした。2017年10月、カーチナは新しい英語版シングル サイレントヒルズをリリースした。その後12月には、ダディ・マーキュリーとのコラボレーション曲、ヒアイ・ゴー・アゲイをリリースした。2018年3月3日、カーチナはロシア語のバラード曲、ポスリエナスをリリースした。この曲は、かつてのメンバーであったユーリア・ボルコワと TATU を組んでいた過去の思い出を懐かしむように捧げたものである。その年の後半には、ロシア語のシングル、 カッスイ、クーリッシュ、マクドーナルズをリリースした。2019年には4月12日にロシア語のシングル、スタルトリエク、6月9日に、モノをリリースした。モノのリリースから20日後、レナは初のロシア語アルバムのリリースを発表し、タイトルもモノとした。2019年7月26日に発売された8曲入りのアルバム、モノには2018年から、 すでに発売されている6曲と、新曲2曲が収録されている。Believe Digital のサービスを利用してリリースされた最初のアルバムであり、再び自身のレーベルカチナミュージックからリリースされた。2020年、カーチナは、元ニエポシェデのメンバーであるセルゲイ・ラザレフと共に、ロシア一のリアリティコンペティションシリーズ、All Together Now。フィコールカフシェフミエースチェ。 の審査員を務めた。このシリーズでは、出場者の歌唱力を100人のミュージシャンのチームが審査し、各審査員がパフォーマンスを楽しんだ場合には、出場者に1ポイントが与えられる。審査員には、カーチナの他に、ユーロビジョンソングコンテスト2012の、準優勝者ブラン村のおばあちゃんたちのメンバーが参加している。同年、カーチナは2月14日に、ビルス、 5月22日にキリング・ミーソフトリーの2枚のシングルをリリースし、最近ではテレビ番組マスクド・シンガーのロシア版マスカニ・スパイダー・パウクとして参加した。しかし4月13日に第6位で脱落した。また4月17日にはこれまでに発表した楽曲のアコースティックバージョンを EP ・アコースティカとしてリリースした。9月11日カーチナは シングル、クライベイビーをリリースした。幼少の頃から、体操、社交ダンス、フィギュアスケート、水泳、乗馬などの趣味を持っていたカーチナ。また、ピアニストとしても活躍しており、読書、特に恋愛小説を好む。2006年のテレヒットの取材では、若い頃は、レッドチェッペリン、ディープパープル、ピンク、フロイドなどをよく聴いていたと語っている。 イフイモーとカーチャとイボテイ、イワンの二人のテーがいる。カーチナは宗教的な教育を受けており、ロシア正教会の信徒であった。カーチナは2013年8月に3年間交際していたセルビアとスロベニア出身のミュージシャンであるサーシャ・クズマノビッチとモスクワとリュブリナで結婚した。カーチナは二千十四年十一月、ローマでのコンサート中に第一子を妊娠しており、 すでに妊娠3ヶ月半であることを発表した。2015年5月22日、モスクワで長男アレクサンドルを出産した。2019年11月現在、カーチナはクズマノビクチと離婚している。2007年、カーチナは TATU としてモスクワのゲイプライドに参加した。2012年9月、カーチナはバンドと共に国際フェスティバル。 クイアフェスト2012の支援のためにサンクトペテルブルクに行った。カーチナは私たちは皆全く異なる人間であり、私たちはその違いを祝福すべきです。LGBT コミュニティに対する不寛容な攻撃を目の当たりにしたとき黙っていてはいけませんと述べた。主催者はリエーナがクイアフェストに参加したことはまさに歴史的な瞬間です。 このような知名度の高いロシアのアーティストが初めてこの祭典を応援したのですからと述べた。2014年9月には TATU の元メンバーであるユーリア・ボルコワがウクライナのゲーム番組ライディテクタに出場者として出演し、特に同性愛者の男性に対して非常にホモフォビアであると考えられる発言をした。カーチナは以下の通り反応した。皆さん、こんにちは。 最近、LGBT に関する私の立場と宗教に関する言論を目にすることがあります。神様は私たちに愛の中で生きること、寛容であること、そして他人を裁かないことを教えてくださっています。そして私はそうしています。愛は愛であり、それは素晴らしい感情です。誰もが自由に好きな人を愛し、人生を共にしたい人と一緒にいるべきだと思います。 リエーナ・カーチナ、カティーナとボルコワの確執は2010年にボルコワがカーチナのソロ活動について意見を述べたことから始まった。彼女にはそれをする権利があるけど、全く馬鹿げてる。絶対に馬鹿げてる。ソロ活動をするということは自分自身の作品を作るということでしょう。彼女の作る作品は私が思うにくだらないし、彼女の活動なんてすぐに枯れ果てて、 立ち消えてしまうだろうけど、カーチナは、この発言に対して、自身の YouTube で、以下の通り述べた。ユーリャの発言を見ました。もちろん、動揺しました。でも、皆さんにお伝えしたいのは、ユーリャのプロジェクトを含めたすべての状況に対して、私は全く逆の態度をとっているということです。彼女はとても才能のある人だと思うし、彼女が計画しているすべてのことに成功してほしいと、 心から願っています。TATU は2011年に正式に解散した。2012年から2014年にかけて、時速 200km in the long r a n e の再発売版のプロモーション中に、ザボイスオブロマニアでのパフォーマンス、キエフでのコンサート、2014年ソチオリンピックのプレコールオープニングパフォーマンスなどで、TATU は一時的に、 再結成したが、2014年2月17日、カーチナは自身の公式 YouTube チャンネルにビデオメッセージを投稿し、ボルコワとはもう仕事をしないことを表明した。しかし、2月20日、ボルコワはビデオメッセージを投稿し、大きな再会はないが、TATU は共同プロジェクトを行っていたと述べた。また、ビデオに込められたカーチナの意味を批判し、 TATU の新シングルのミュージックビデオが撮影されることを確認した。2014年3月5日、ボルコアは自身の YouTube 公式チャンネルにカーチナのビデオに対する別のビデオメッセージを投稿しました。彼女はリエーナが行動に深刻な恐れを抱いている理由にもかかわらず、二人のコラボレーションが可能であると述べ、新シングルのリリースだけでなく、 ミュージックビデオについても研究した。2014年5月22日、愛についてのいくつかの短編映画を含むコーネと、RU の a サイト h t of c u p i プロジェクトの一環である、t o ギャザーアパ Apart の映像に出演したため、カーチナとボルコワは、カンヌ映画祭でこの映画を紹介した。この短編映像では、ラッパーのリガライズとマイク・トンプキンスと共に、ルボフ・フカジュダム・ムグナビエーニという曲と、 そのミュージックビデオをレコーディングし、YouTube のコーネと RU のページに公開したが、その中でカーチナとボルコワは別々のシーンを撮影した。両者の対立とボルコワと交流したくないというカーチナの意向を受けて、両者は別々に記者会見を行った。ボルコワはイタリアの報道機関の取材で、この映画がカーチナとの最後の共同作業になることを発表した。 最近では TATU 結成前に所属していた子供向け音楽グループニエポシェでの25周年記念式典での共演が最後となった。そこではカーチナは子供たちと一緒にソロ曲の All Around the World をボルコワは TATU のナスニエダゴーニャットを歌った。2019年ボルコワはマネージャーがカーチナの家に行き ボルコワが切り取られた写真をカーチナ宅で見たと主張した。カーチナはボルコワのマネージャーが自宅に来たことはないと反論し、この非難を一周した。カーチナは両者の間には和解できない対立があるため、TATU を再結成することは不可能だと述べた。2008年に公開された映画 U&I ではユーリャ・ボルコワ、ミー・シャバートンと共に映画デビューを果たした。 この映画は、モスクワで開催された TATU のコンサートで出会い、恋に落ちた二人のティーンエイジャーの女の子の物語で、ある。この映画は、実話をもとにした小説、TATU Come Back を元にしている。カーチナは、2014年2月13日に公開された、ディズニー映画、ティンカーベルト・ネバーランドの海賊船のロシア語、吹き替え版で、妖精ザリーナの声を担当した。 ルボフ・フカジュダム・ムグナビエーニの映像は、コルネットのマーケティングプロジェクト、コーネとキューピデキの一環である、トゥギャザー・アパートという短編映像として2014年に公開された。映画の中で、カーチナは遠距離恋愛をしている若いカップルを引き合わせようとするキューピットの一人を演じた。2013年1月、カーチナは、マクシム氏のロシア版で写真撮影を行った。 リードアーティストとして、フューチャードアーティストとして、プロモーションシンブル。ありがとうございます。